では6番、ガナハさんのツイッターです。これね、エメラルド・ロビンソンと語る絶対的な真実という番組のインタビューを受けましたので、字幕付き映像をぜひご覧くださいということで、今日はちょっとね、動画が出ないということでありますんで、このガナハさんのね、ここ数日の大変な活躍ぶり、吉田議員、もうどう賛辞されてますか？いや、本当にね、これ素晴らしいですね。なんだろう。アメリカ側との、まあ、共和党側というかね、もう、日本からの、こういう発信をする人を求めていたことが、まあ、そうだね、ね。わかりますよね。どんなに、一生懸命、働きかけても、アメリカ側にそれを取り上げるメディアがなければ、なかなか、ね、広がらないんですが、このように取り上げていただく、要するに、もう、なんだろうな、本当にドンピシャのタイミングで、しかも適切な発信をされているということで、もう本当にね、ガナファーさんの今回の貢献は本当に大きいと思います。そうですね、もう皆さんで拍手しましょう、本当。まあ、引き続きお願いします。やっぱりこうやってね、女性が発信するっていうことが大切ですね。やっぱこういう時ね、男の声ってのはあんまり役に立たないね。やっぱり世の中は女性が救うんだな。ですからね、こういうことにも、例の国連の方の変な人たちは、日本はその女性の活躍がないとかね、そういう変なランキング作ってる暇あったら、まあ、こういうところもちゃんとそのランキングの、ね、中にカウントしてくださいと、このように思いますね。本当そうですね。それでは7日8日行われました日韓首脳会談の話題に入りたいと思います。7番、朝日新聞官邸クラブ、かの有名な朝日新聞官邸クラブのツイッターを取り上げております。岸田首相が就任後初の訪韓、徴用工問題めぐり心が痛む思い表明。まあ、朝日新聞だから喜んでるんでしょうけど、日韓の最大の懸案だった徴用工問題をめぐり、首相は会談後の共同記者会見で、私自身当時の厳しい環境のもと、多数の方々が大変苦しい悲しい思いをされたことに心が痛む思いだと述べた。どうぞ、吉田議員、怒りのコメントをお願いします。私はこの、まあ、ツイート、朝日新聞のツイートに対してですね、まあ、引用ツイートしました。岸田総理があまりに歴史に無知で、我が国を不当に貶めていることに心が痛む思いですと、このようにツイートさせていただきました。本当にね、この徴用工というか、まあ、応募工ですけれども、の、問題は、単に国連でも世界中で認めている国民に対する戦時動員に過ぎないんですね。世界中、アメリカですら戦時動員というのはしました。これについて、まあ、勝手にですね、例えば長崎の軍艦島、端島でもですね、当時、もう、まあ、当時の日本中が羨むような、まあ、待遇で、その日本人と日本人の、まあ、まあ、本来の日本人と、それから半島人、まあ、朝鮮の人たちと同じ待遇で、まあ、労働していたなどということも、全部全く無視してですね、まあ、軍艦島で虐殺されたみたいなわけのわかんない映画作って、この映画が証拠だとか、わけわかんないことを言ってる人たちに、なんで寄り添ってですね、心を痛ませるのか、まあ、岸田さんの頭の中がよく分かりません。まあ、応募校募集校であったっていうことに加えて言うと、多数の方々が大変苦しい。ほらね、日本の 労働者って当時大変苦しい思いをしたと思いますよ。何も韓国籍もね、旧朝鮮半島出身者だけではなかったと思いますよ。で、そもそもですね、同じ国民ですが、日本人は徴兵されたんですよ。そうね。そして、半島人は徴兵はそうさだれよね。て、まあ、しかも、時期的にも非常に遅れてですね、大戦末期になって徴用が行われた。そして、今回、まあ、韓国側が騒ぎにしている人たちは、徴用工ですらなく応募工がほとんどだと。
いう、まあ、何重にも、要するに事実と違うことで、彼らはわけのわからない、運動や抗議や、あるいは判決を行っているんですね。そういうことをきちんとですね、相手の勢いとか、そういうことに飲まれずに、ちゃんと事実に基づいて、日本の国益を主張するのが、総理大臣の役割ですから、それは果たせないことに非常に心が痛む思いをしています。うん、今日はこの番組の構成には入ってませんけれどもね、まあ、明日多分議論することになるんだと思いますけど、例のホワイト国除外、これ復帰、これについてもね、もうあろうことか我々の戦略物資が北朝鮮に横流しされていて、我々の安全保障が脅かされている、だからホワイト国を除外した、復帰させるということであるならば、まず少なくとも謝罪があってしかるべき、そしてどうこれから防止するということが公開されてしかるべき。だけどこの2つが全く手続き経ないまま、ただただ、ホワイト国復帰、どうも足跡をたどってみると経済産業省であるとか、その流れではなく官邸と外務省で主導で、やったような。だけども韓国も確かに、ユン大統領、今までの大統領があまりにもひどかったからっていうのはもちろんありますけれども、発言は変わってきましたよね。歴史認識が解決できなければ次の一歩、未来を描くことができないなんていうことからやっぱり脱却しなきゃいけないと、日米韓の、まあ、安全保障も重要なものにしなきゃいけないっていうことで、まあ、向こうも相当こう経済的に締め上げられている、つまり安倍菅路線での戦略的な放置、この戦略が功を奏して、ようやくね、悲鳴を上げようとしているときに、なんでこうやって緩めるのかね。どうですか、この辺の甘い措置は。いや、本当に、まず歴史を知らない上に外交を知らなくて、事実に対して、誠実に向き合うという姿勢がないという、まあ、どうしようもない人ですね。どうしようもない。もう、この人に、少なくとも日韓関係をやらせてはいけない。外交をやらせてはいけないという、まあ、典型で、まあ、残念ながら自民党にですね、ちゃんとじゃ対韓外交ができる人がほとんど、まあ、いない状況が、まあ、日本の深刻な、ね、政治の課題だと思います。はい、ありがとうございます。それでは、次ちょっと11番、飛ばしていこうかと思います。以前よくツイッター探偵団にもご出演いただいた哲也さんのツイッターを久しぶりに紹介させていただきます。ぜひ早急に有言実行をということなんですけれども、元となったこの産経新聞の記事をご覧いただきたいと思います。ですね、この小西文書問題、総務官僚が、総務省は漏洩者を国家公務員法違反で告発すると激白ということなんですね。で、まあ、これは発売されている月刊花田の記事ということなんですけれども、吉田議員、これお読みになりました？いや、これまだきっと読めてないです。もう、早く告発してくださいと、もうその一言につきますね。そうですね。はい。まあ、ちょっとネタバレになるんで、4人の現役官僚が、とにかく内幕を語って、おられます。で、小西議員も共謀共同正犯、教唆の罪で告発すべきだと相当憤って、おられるということで、ありますので、ぜひともですね、団員の皆さんにおかれては、月刊花田の、これは、6月号になるんでしょうかね。はい。はい、まあ、今もう発売されておりますので、はいはい、合わせて稲田朋美の裏切り、これもですね、稲田さんが花田編集長にですね、全部嘘やんってね、苦情の電話を
入れたということでございますけれども、団長副団長の近況ってなんか新しいコーナーが勝手に出来上がっておりますけれども、まず一番これね、本日の朝から生たかしライブアーカイブが YouTube ガイドラインに触れるという判断で削除されました。おそらく言ってはならぬ事実を言ったからだと思います。便利な SNS の世の中ですが、世界ですが、やはり情報統制は存在しています。初回でしたので警告に至りませんでした、ご安心くださいということなんですけど、まあ、私はもうここ2年今日毎週日曜日の朝7時30分からですね、テレビの朝の報道番組を、見ながら YouTube やりながら、皆さんとブツブツチャットを通してぼやくという朝から生たかしっていう番組を配信してるんですけど、昨日のそうですね3時か4時ぐらいまでは見れたったらしいんですけれど、17時過ぎに、まあ、私 のメールに YouTube から連絡ありまして、まあ、カクカクしかじかで削除させていただきましたと、まあ、これがねガイドラインに触れると。でこれも今 YouTube なんで、どんなテーマでガイドラインに触れたのかって説明すると、これもまた警告になっちゃうんで。つまりね、まあ、要は流行り病関連で、なんか細い金属の先からなんか液体が出てくる一連の話ってあるじゃないですか。うん、これについてね、まあ、私、あまり言及してこなかったんですよ。まあ、例えばこういう考え方の方々、そしてまた相反するこういう考えの方っていろいろいらっしゃるんで、こういう考え方がそれぞれにあって、まあ僕はそのどちらでもないよと、まあやっぱりね、厚生労働局としてはですね、やはりそれぞれのそのエビデンスの根拠というものが、まあ確立しているものもあれば、そうでもないものもあるんで、それについてね、ちょっとぼやいてたら、まあ、削除されたということですね。つまり、こういう意見しかないということを、まあ、ガイドラインに沿ったことだけを言ってれば多分よかったんでしょうね。うん、でそういう違う意見もあるよっていうことを紹介したのもどうもダメだったみたいですね。へえ、はい。まあ多分僕はそれに対してこうあるべきだっていう主張をしたというよりも、いろんな意見があるっていうことを紹介したんだけども、まあ多分テーマがまずかったんだろうね。まあ、そんなことでね、ちょっと気をつけておきたいと思います。はい。せっかく5類になる前日に。そうそうそう。これだから その件も触れたんですよ。はい、その件で今後どうなるだろうなっていうね、うん。やっぱその話ってさ、結構いろんな意見あるじゃない。で言葉尽くしても伝わらない人たちがぐわっとこう入ってくると、ちょっとややこしいんでね、ずっと触れてなかったんですけどね、まあそういうことなんで、そんなことがありましたということでご紹介をしろということで、無茶ぶり P から昨日早速連絡ありましたんで、これでよろしかったでしょうか。はい、では2番参りましょう。これは吉田議員のね、関係なんで、ちょっとご自身で、これ言ったのかな、まあはい、どうぞ紹介してください。はい。前。はい。まあ、この5月11日、南モンゴルを応援する日、日本、東京、名古屋、大阪、福岡、札幌、そして、米国、欧州、オランダ、世界同時、記念抗議活動、南モンゴルを応援する地方議員の会、幹事長、吉田浩一郎議員、15年以上前からの南モンゴル運動を応援している多分サイコさんの政治家ありがとうございますと、この方は、古川文栄さんという、アカウントの、女性の方で、この方がですね、南モンゴルを応援する日本人の会の会長をされている、女性で、
この方も、もちろん15年前以上から、南モンゴルも、チベットもウイグルも、応援をしている最古さんのですね、日本人の応援している支援者の方からの、まあ、吉田議員を、まあ、ちゃんと来たね、お疲れ様、一緒に頑張りましょうという、ご紹介のツイートでございます。この、雨降ってたんですけど、一番左でシュプレヒコールを上げているのが私吉田浩一郎で、はい、ございまして、真ん中はですね、モンゴル、南モンゴルの方々と、それを支援する、支援者の日本人で、真ん中の青い旗は、マークが、まあ、閉じてて見えませんけど、南モンゴルのですね、シンボルの、まあ、国旗というべき旗であります。でこの5月11日というのは、実はその、南モンゴルの、草原でですね、牧畜、まあ、彼らは牧畜をやるわけですが、をやっていたメルゲンさんという方が、まあ、漢民族の男にですね、自動車で、まあ、引き殺されたんですよね。で、まあ、その時にその、漢民族の男はですね、まあ、モンゴル人の命なんてこの程度だろうっていうようなことを言って、40元、まあ、日本円で700円ですね、これを投げつけて去っていって、そして、まあ、メルゲンさんお亡くなりになっちゃったんですけど、案の定、共産党独裁中国政府は、まあ、これを、まあ、きちんと、立件逮捕、あるいは処罰をしないという、ことについて、抗議、まあ、これだけが南モンゴルで起きている一番ひどいことではなくて、もっと悲惨なことがもう、宇宙の星の数よりも多く行われているんですけれども、まあ、これも一つのシンボリックな事件ということで抗議活動をしました。はい、ありがとうございました。ね、まあ、雨の中本当にご苦労様でございました。また引き続き盛り上げて、いければと思います。もう一分だけいいですかね。どうぞ。関連で、この日この抗議活動の後、総会、まあ、南モンゴルクリル隊、まあ、クリル隊って大会議って意味なんですけど、クリル隊の総会がありまして、今ですね、共産党独裁中国は南モンゴルでも、民族ジェノサイド弾圧の、まあ、強化、さらにエスカレーションをやってまして、そのこれまで認められていたその南モンゴルでのモンゴル語の、学校教育を完全に、まあ、禁止したんですね。その民族語を奪うと、子どもがその自分の言葉を喋れなくするということを、始めていまして、これに対する抗議の署名活動を、まあ、急遽というか展開を始めています。なので、まあ、ホームページ、あるいは私も中野駅北口でやりましょうっていうふうに要請をしていて、全国各地でですね、この、南モンゴルの人から言葉を奪うなと、学校教育禁止するなという署名活動も始めますので、ぜひ皆様ご協力をお願いいたします。はい、ありがとうございます。ぜひ視聴者の団員の皆さんも、ご協力のほどよろしくお願いいたします。はい、それでは、22時40分となりました。本日もですね、1800人の方にご視聴をいただきました。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。それでは一般公開ライブは以上とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。